これは北区で採れたシルクスイートというさつまいもです。このお芋を生かして新潟医療福祉大学の学生さんがお菓子を作りました。では学生さんに話を聞いてみましょう。私たちの商品開発は平成24年度から始まった新潟医療福祉大学と北区との連携事業の一つです。この連携事業は2つの事業から成り立っており、一つは有給農地再生利用事業の一環として農業委員会の方たちとともに耕作放棄地でシルクスイートという品種のさつまいもを栽培するというものです。2つ目が商品開発で、北区の新たな特産物開発を目指し、北区特産物研究協議会および北区青果店とともにシルクスイートを使用したスイーツを開発するというものです。北区の地域活性に貢献できること、また商品化はなかなかできない経験なので社会勉強になると思ったことからぜひ参加してみたいと思いました。入学した時に先輩たちが考えたスイーツが商品として販売されているのを見て、自分たちも商品開発をしてみたいと思いました。自分たちが考えたお菓子を持ち寄る学生たち、試行錯誤した上で決まったのがシフォンケーキ。話し合いの中で出たシルクスイートペースト入りのスポンジにすることや、クリームにシルクスイートの他にリンゴやオレンジジュースを入れることなどをもとにレシピを考え、試作品を作ってみます。焼き加減が難しく何回も試作品を作りました。その試作品で商品化を希望し、お菓子屋さんや区役所関係者の方々の前でコンペを行いました。その後お菓子屋さんと何回も意見交換をし、互いに納得するものができ、シルクシフォンとして無事お店に並びました。米粉とシルクスイートを使ってほのかな甘さと風味、しっとりとした生地になっています。サンドしたクリームにはリンゴの角煮とオレンジジュースが入っており、シルクスイートの甘さと爽やかな酸味がマッチしています。今までになかったものを作ろうと思い、一から自分たちでレシピを作るのが大変でした。また人それぞれ好みが違うため味や食感を決めるのが難しかったです。シルクシフォンの他にポンクール斉藤さんとは歴代の学生が作ったおいちタルトや芋ランタンなど計5品、わらび屋さんとはケーキのスポンジを焼いたような食感のシルクスイートラスクを、栗原製菓さんとはシルクスイートの芋あんを使用したポテトのシルクを共同開発して作り、各店舗に置いてあります。ぜひ北区に食べに来てください。